トマス・コールはアメリカの画家、イギリス生まれ、19世紀半ばに盛んとなったアメリカの芸術運動派ドソン・リバー派の創始者であると考えられている。コールの作品はロマン主義と自然主義のテーマを備えた現実的かつ詳細な描写によってアメリカの風景と自然を描いたことで知られている。1819年に家族と共に、 アメリカに渡り、フィラデルフィアアカデミーで学んだ後、ニューヨーク州、キャッツキルに住んだ。イタリアに滞在した際、帝国の水位を完成させた。荒野の十字架、十字架、世界の連作を手がけたが、いずれも未完成のまま、1848年2月11日に、亡くなった。コールは1801年に、イングランドのボルトンで生まれた。 1818 18年に家族と共に、米国オハイオ州のスチューベンビルに移住し、そこでコールは、スタインという放浪肖像画家から、絵画の書法を学んだ。しかし、初め肖像画で、少し成功したが、興味が次第に、風景画に移行し、1823年に、ピッツバーグへ、1824年には、フィラデルフィアへ移り、ペンシルベニア美術アカデミーで絵を学んだ。 その後1825年の初めに、ニューヨークの両親と妹に再会した。ニューヨークで、ジョージ・ブルーンがコールの絵画5枚を買ったが、彼はまたコールに、ハドソン渓谷の夏の旅行資金も提供した。その旅行でコールは、コールドスプリングの風景を2枚、キャッツキル・マウンテンハウス、有名なカエター・スキルだけよびフォート・パトナムの廃墟を描いた。ニューヨークに戻って、 彼は、この5枚の風景画を、ウィリアム・コールマンの本屋のウィンドウに飾った。ニューヨーク・イブニング・ポストによるコールド・スプリングの2枚の風景画は、エーシートンが購入し、アメリカ学芸アカデミーの1826年の年次展覧会に貸し出され、それが、ジョン・トランブル、アッシャー・デュランドとウィリアム・ダン・ラップらの目に留まり、評価されたことが、ハドソン・リバー派誕生のきっかけとなった。 絵画の中でも、ジェリナから見た、タイコンデロガトリでの風景と呼ばれる風景画があった。特にトランブルはこの若いアーティストの作品に感銘を受け、彼を探し出し一枚の絵を購入した。さらに、コールを、ボルチモアのロバート・ギルモアと後に、コールの重要なパトロンとなった、ハートフォードのダニエル・アズワースなど、彼の裕福な友人たちに紹介した。コールは、主として、 風景画家だったが、また、偶意の作品も描いた。これらの中で最も有名なのは、未開の状態から、帝国の完成そして衰退、さらに後輩を、同じ背景の中で描いた5枚の連作作品、帝国のスイとワシントン DC のナショナルギャラリー及び、ニューヨーク州ユーティカのマンソン・ウィリアム・プロクター美術、研究所の所蔵となる2組の作品がある4枚の、 連作作品、人生の航路が挙げられる。これ以外のコールの有名な作品には、川の湾曲部、ホワイト山の山あい、グレートオーセージこの小屋のダニエル・ブーン、死んだ木のある湖などがある。彼はまた、滝や生き生きとした植物、そして鹿に囲まれて、贅沢に暮らしているアダムとイブがいるエデンの園を描いた。 コールは1844年から1846年に、共に学んだ芸術的仲間のアシャー・デュラント、フレデリック・エドウィン・チャーチに影響を与えた。またコールは1829年から1832年、及び1841年から1842年に、海外、主に、イギリスとイタリアで過ごした。トマス・コールは、 アメリカの最高の風景画家として知られており、主題が異なる数千のスケッチ画を残している。そのうち2500作品以上をデトロイト美術館で見ることができる。1842年にコールは巨匠たちの様式を学び、また風景を描くためヨーロッパ大陸授乳旅行に出かけた。この旅でコールが強い印象を受けたのは、 ヨーロッパで最も高い活火山、エトナ火山であった。この火山の美しさに感動したコールはいくつかのスケッチと少なくとも6つの絵画を制作していた。その中で最も有名なものは、タオルミーナから眺めたエトナ火山である、キャンバスに油彩、79120インチ。コールはまた、タオルミーナにある古代ギリシャ劇場の崩れかけた壁と、共に描かれた。 江戸中山の風景という非常に詳細な前景のスケッチを描いた。江戸中山の風景バーミンガム美術館1827年以降、コールはニューヨーク州キャッツキルのシーダーグローブと呼ばれる農場にアトリエを設け、そこで作品の多くを描いた。1836年に彼はキャッツキルの農場所有者の名のマリアバートーと 結婚し、以後そこに定住した。トーマスは、マリアとの間に5人の子供を設けた。トマス・コールは1848年2月11日に、キャッツ・キルで亡くなった。キャッツ・キル山地で4番目に高い山は、彼の名誉を称えて、トマス・コール山と、名前付けられている。また、トマス・コールハウスとして知られている、シーダーグローブは、1999年に、 国定史跡に指定され、現在一般公開されている。ポールは、建築にも少し手を染めた。これは、職業の文化があまり進んでいなかった当時では、珍しいことではなかった。彼は1838年に開催された、オハヨ州、コロンバスにある、オハヨ州会議事堂を建築するための設計コンペに、参入し、彼の出品作は、第3等賞を得た。 完成した建物は、第1から3等賞の作品の複合体であり、コールの出品作と類似する部分が多くある。ウィキメディアコモンズには、トマスコールに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。